ぷよぷよテトリス、スー。おはようございます。ティーラット、申しまーす。というわけで、買いました。はい、底辺実況者、下手くそのね、僕がね、ぷよてつ買いましたよ。ワンの頃ね、なんか地味にちょこちょこちょこって動画上げてたんですよ。はい。はい、というわけでね、ぷよてつ、ね、発売されて買うことになりましたよ。まあ、多分ね、やりたいゲームが多すぎてそんなにできないとは思うんですけどね。いやー、でもね、なんかね、今回からスキルバトル追加されたりね。まあ、このスキルバトルがメインなのかな、どっちかといえば。ね、新規アドベンチャーはね、規約上ね、ちょっと実機をするのが不可能なんで、まあ、よくあるね、自分のね、対戦風景ということに。練習風景ですよね、はい。もう今回もね、友人にマウントを取っていきたいと思います。あー、もうキャラがまだ隠しキャラいいんだね。これアドベンチャーモードやれば解禁されるんだろうけどな。X とかいるのかな？この影に、ね、X の影見えんなっていうか。まあ私はね、もうこのキャラ大好きでね、エースが好きなんでね、エース。エースがいいの？エースがいいね。よし、行こう。じゃあやってこう、久しぶりにね。あのね、でね、これね、今ね、スティックなんだけどね、ほら、今気づきんだよ。感度がめちゃくちゃ良くなったんですよ。なんか知らないけどね、他のゲームやるたびなんかな、他のゲームやるたびにね、ほら、もうちょっと待ってめちゃくちゃ感度が良くなっちゃって、スティック操作がね、実はですね、いつの間にかね、不可能になっちゃったんですよ。今まで僕、プエテトとか、テトリス99とかは、あはははは今のはね、僕のミスです。あ、かっこいい、こういうカットイン入んだ。かっこいい。今の見てなかったけどさ、うまいこと見なかった。上にカットイン出るようになったんだ。今まで、テトリス99やね、プエテトとかは、僕、スティックでやる派だったんですよ。ただし、なんかね、いつの間にかスティックがね、だいぶ、まあ、他のゲームでね、鳴らされた影響なのかね、花瓶に反応するようになりまして、すごい敏感になりまして、そのせいで、ちょっと待って早く、早く、あいみの来ない？来た、あいみの！危ねえ！あいみの来た来た。来た来た来た、テトリス連打。こっからね、ひたすらテトリス。まずはね、ちょっとひたすらテトリスで行こう。やべえ！うわ！待って、今回何？コンピューのレベル差とかあんのかな？このコンピューは強いとか、あんのかな？ひたすらテトリスでいきます、ここは。基礎のね。いやー、でもね、十字キーでやるの慣れないわ。え、みんな逆に何でやってんだろう？みんな十字キーなのかな、むしろ。みんな 何でやってんだ？あー、間違えた。なんで俺、なんか、T スピントリプル狙ったら、うわちょっと待ってよ待って、なんでこうなっちゃうかな。なんかね、感度良くなったね。多分ゲームの方じゃないよね、感度。良くなった理由って別に。いや、いい勝負してんだけど。俺リンゴってさ、プーテト1ではさ、そんなに強いコンピューじゃなかったよね。なっちゃったって言ってた。なんか普通にさ、苦戦してんだけど。え、何これ？キャラさ、キャラさある？これ。ない？どっちだ？あー、間違えた。そこじゃないな。まあいいか。いやー、ようやく掘れる状態になりましたね。私は単純に下手になったからかもしれませんね。というか、リンゴちゃんが強い弱いじゃなくて、単純に僕が下手にな、おいえよかった。じゃあちょっと、まあ狙いますか。まず DT やってみますかね。次は。ね。さっきはひたすらテトリス組んでたんで、次は DT を狙ってみましょう。うわ、感度いいな。そう、なんかね、さっき暴れみたいなね、俺真下に入れてたつもりなんだよ、今のあれ。あれ真下に入れてたつもりなんですよ。でもめちゃくちゃ感度いいんだけど。え、これはプレテトがそうしたからさ、感度が良すぎるのやったのが二択なんだけど、どっちだ。とりあえず入れ、ね、久しぶりの、久しぶりの DT ですよ。かなりギリギリの DT 入れてましたけど。あー、どうしようかなー。間違えたね、今完全に。まあ、いいか。これで。ね。いやー、でも、99やってた時はね、まあ、結構頑張ってたと思うんだけどね。あれぐらい実力には冷めて戻しておきたいね。つまり、据え置きってことですよ。え、上手くなる気あるの？なんか上達したいとは思うんだけど、あれ以上俺上手くならないか気がする。十字キーすげーね、なんかね、指痛い、あと。あのね、今十字キーこうやってますけど、指痛いっすよね。2列ね。たまには2列ね。たまには2列ね。これはこっちの、5、6。まあね、ここはね、基本の2列で。まずは2列でね。はい。どんどん4列でまで伸ばしていこうね。今日の動画のうちに。今日の動画のうちに、4列で伸ばしていこうね。
遠い目標だな。あ、もう向こうでも積んでんじゃん。多分ね、まあ一応用意はしておいて、3列連のね用意をしときましょうよ。いや来るね。3列連行こう。1234567891009でした。今9連でしたね。やった。楽しいわこのゲーム。さあ相手を切り替えてテトリスのね、まあ T 君って言うんですけど、今回の相手は今回の相手 T 君なんですよ。あ、間違えた、やばい、間違えた。ほら見て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 、どうすんの。 T 君の解説してたらなんかえらいことになってるよ。なんかえらいことになってるよ。 T 君の解説してたら何これ、新しい知見生んじまったわ俺。お、新しいテンプレ生み出してまった。やめてくれ。やめてくれ、無能の生きがりは。何これ。もうどうすりゃいいの。見てくださいよ、下手くそのね、末路です。これ下手くその末路です。まあ、T 君っていうのはね、プヨテト2のね、主人公格かなんかな、テトリスの主人公格といいますか、はい。かなりね、お話には出てくる重要キャラだったんですけど、さあ、T 君もね、プヨテト、なんでこんなに感度いいの。ちょんって触れただけじゃん。なんかちょんって触れただけでさ、ガンっていくのあった。コントローラーがだいぶなんかあれか、なんか、俺ね、もっと、プーテッド1の頃のやってた時は、こんなに感度良くなかったよ。やっぱ時代は過ぎていき、コントローラーもどんどんね、劣化していくもんなんですかね。くっそ、コントローラーに振り回される。コントローラーの選手、うん、待って、今、待って、今、コントローラーの選手しましたって言われるんですよね、そのうちね。私コントローラーのせいになってますね、さっきからね。いや本当にね、なんかね違うんだよ。こんなはずじゃないんだよ、こんなはずじゃないなり。いやこんなもんだよ。多分この感度に関しても多分慣れてくると違うんだろうなーっていうイメージはあるけどね。ここはこっちに入れて T スピンを狙おうか、狙おうかと思ったけどやめようかな。いやいける、いける、大丈夫、いけるよ。せーの、はい、 T スピンダーボール、基本のね、これ基本のやりやすい T スピードブルだからね。こういうの覚えていこう。実況中に覚えていこう。そういうのはね、ちゃんとね、学んだ上で動画に出すべきだと思う。下手くそっていうのはね、そういう技術はね、学んだ後に出せって話なんですよね。別に有名実況者もないのにさ、なんか、おーい。あ、まだ2戦もあったわ。やべやべ。いや、こう、サレンツでそうそうしたいな、3列ね。あ、これはね、久しぶりにあれ狙ってみよう。確率的には不可能な確率ではないからね。間違えたわ、置き方。やばい、入らん。さあ、やり直そう。やり直そう。なんかグダグダがあってさ、全部カットしてんだろうな、今のくだり。いろいろとグダって全部カットしたんだろうな。でも見てください、T 君に星がついてるぜ。T 君にその、ね、結果がね、星がつきました。よし、 DT から入ろう。まあね、まずは DT 基本に言ってて、3列連を狙いましょうね、3列連ね。はい。まずね、ティラさんがどんなもんなのかっていうね、ところまで戻さないとね、いけないからね。まあこのあたりがね、僕の平均実力っていうところまで戻しましょう。頑張って、この実況内で戻そう。シャープ1で戻そう。プレゼントシャープ1で戻す。狙おうかなー。いっちゃおう。2、1、ここから1、1、ちょっと待ってね。すいません、全然治ってないんですけど。俺なんかすごいぐちゃぐちゃになってる、なんか。何してんの、過去の、せめて過去には戻ってほしい。せめて過去の力で戻りたい。レムレスって確かプーテト1の頃って最強レベルのコンピューだったんだよな。レムレス行ってみるか。そうそう、レムレスのシャキーンってやつがめっちゃ強かったんだよね。やるか。よろしくね。キャラさんあんのかな、強いんかな、やっぱ。いや、まあ強い説あるよ。レムレスは強い説あるぞ。見て、 DT 間違えたからと見るぐらい。ネクストミラー基本中の基本ですよ。もう自分に自問自答しないと生きていけねえわこれ。4、5、6、7、どうかな。と
とりあえず7連打っといて、この辺りでね。掘っていくのもそろそろね、意識しないとね。ちゃんと次のは見とこ。先のは見れないけど、ネクストぐらいは見れるから、ネクストを見ながら、考えていかないとね、詰んじゃうから、すぐに。その場その場で置いてるからさ、今のところ。まあね、話しながらね、その場その場だけでしのいでるから、その場所。あれ？いや、強いんだよ、本当に。いや、本当に強いんだって、この、プーテトマンでは。プーテトマンでは最強レベルなんだけどな。今度こそね、DT をね、やりましょう。お見せします、DT。DT ってね、そんな、張り切ってお見せしますって言えるようなもんじゃないんですけどね、別に。なんそのさ、DT できたらすごいみたいになってんだ、俺。俺にとっては DT できたらすごいんだよな。どうしようかな。まあ、いっか。お、いいね、カウンターボイス、いいものあげる。で、いやー、次のハイパー見てないとね、こうやってグダってくるんですけどね。すごいタワーできたさ。次のハイパーを見てないね、これは完全に僕が。いやー、ハイパー見ててもひどいのが来てんなーって思ってるわ。大見の二つこうやっといてくれるかな。大見の二つってちょっとあなた。テトワン、テトレス99、俺めっちゃ頑張ったのに、あの時の苦労はどこ行ったんだ？やばいね。やっぱ強い。やっぱり強いじゃん。やっぱ強い、このコンピュー。やっぱレムレス強いわ。よし、ここで狙おう。ディスピンダブル。シングル。まさかのシングル。思ったのか、なんで消えねえんだよって場所があった。なんで消えなかったんだ、あそこ。よく見てなかったけど、なんで消えなかったんだ。なんで消えねえんだよ。テトレス99の、俺のテトレスの名言じゃん。なんで消えねえんだよ。なんで消えねえんだよって、すぐ取ったな、そういや。いや、大丈夫、大丈夫、大丈夫。こっから掘ってこうぜ。大丈夫、大丈夫、大丈夫。いける、いける、いける、いける。いける、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 いける。いける、いける、いける、いける。自分で信じろ。自分を信じろ。自分の感覚を信じろ。いける。いけますって。こっからね、逆転して、あ、ティラさん、やっぱ、それぐらいの能力持ってんだ、みたいになろうぜ。いける、いける、いけるって。お披露目音頭いけるって、ほら。いや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 、ちょっと待ってくんない。どんどんなんか自分で自分を追い込んでますよ。ですよね。ですよね。やっぱレムレスって強えわ。やるしかねえかなぁ。秘策。ちょっと秘策そろそろ発動しよう。三列連のね、秘策がありまして、開幕にこっちをこうやって、積み上げる。開幕にこう積み上げる。勝てるな。これ勝てるな。あ、これ、コンピューターないな。